おはようございます。岡谷隊長です。おはようございます。しばちゃんです。はい。ということは、はい。ここに座ってるということは、闇です。闇です。イエーイ。久々。はい。久々です。そう、久々なんですよ。はい。今日はですね。はい。カモン。新作が新作を出てたんですよ。あ、買ってきた系ですね。あ、ダメでした？いや、いいです、いいです。そう、あ、新作出てると思って。いいです、いいです。僕にしてやりましょう、はい。新作なのにもすぐ使えないってことをですね、皆さんにアピールしてやりましょう。アピールしてやりましょう。今回なんですけど、はい、今回どうぞ。強制単独チェリー出現打法です。強制単独チェリー。おー。はい。面白そうですね。はい。はい。では、いきます。1。はい、まずは、手入れ遊戯で、チェリーを出してください。はい。手入れ遊戯。手入れ3枚だな。手入れ3枚で。で、チェリーボーイ。チェリーボーイを出してください。はい。じゃあ、みんなが大好きバーネラを出してあげましょうか。はい。はい。じゃあ、ちょっと。チェリーが出るまでちょっとお待ちを。はい。はい。ですかね。あ、来た。お、チェリーボーイ。はい、来ました。やった。はい、どうぞ。で、チェリーが出た次のゲーム、はい。次のゲーム。なんですけど、はい、手入れ3枚掛けで。また手入れ3枚。はい。まだですよ。レバーを下ろし、自動停止させるんですけど、はい、その際、はい、レバーは下げたまま、はい、手を離さないでください。ほほ。はい。手を離さないで3枚入れます。はい。入れる。いいるんだけど、離していけないってことね。そうです、そうです。はいはいはい、いきます。でから、はい。で、これちょっと待って。これで自動停止？はい、待ってもらって。するんだ。書いてない。特に書いてないですね。してみたいなやつ。いつも通りアイムに連れてこられたけど。お、あ、じゃあ大丈夫そうですね。ほうほうほう。レバーはもういいですかね。はい、大丈夫です。はい。その後、また手入れ三枚で。手入れ三枚好きだな。はい。はい。逆押し？逆押し、はい。でリプレイを成立させて、うん、セット完了です。ほうほう。はい。いいですか？もう。はい、どうぞ。三枚で、少し。めんどくさいな。お、これで、リプレイオアチリ。リプレイオアチリ。はい、狙います。あ、リプレイですかね。お、やった。はい、行きました。はい。そしたらですね、はい、100ゲーム以内のチェリーが単独チェリーに書き換えられ、ボーナスが成立します。ああ。はい。そして最後に幸運あれ。幸運あれ。幸運あれってことはなんか前やりましたね。幸運あれ。幸運あれの幸運はひょっとして、はい、光るです。光る。はいはいはい。まあ、なんか前あったことですね。そこで買ったその新作、多分そうだと思います。でも何ゲーム？100ゲーム以内。あれなんかあれだな、ひよってるね。ひよってるやついるね。50ゲームから100ゲームになった。じゃあやってみますか。はい。打ち勝った時に何もなしてないし。はい、ないです。もうここから自由に。今40です。はい、40。140までに。はい。チェリーが書き換えられる。書き換えられるみたいです。どこや？行きます。チェリーピカー。そうだよね。単独チェリー、なんちゃらダホース。はい。チェリーでピカルってことですよね。だよね。おー。へぇー。俺は、信じてないんで。でも、ここで、
配信されてるってことはそういうことですよね。できてるってことだよね。多分そうですね。それはそれから失敗しましたか、うん、頭抱えてるから失敗し、いや失敗していいんだよ。当然の結果でしょね、当然の結果でしょって。そうですよ ね頭抱えてる場合はあれから成功してしまった。ああ、じゃあどっちみち頭抱えてるかもしれない。やってからないっていうか。はい。で、実際チェリーってへたりやすいんですか？十何パーだろう。十パーあるかな。え、そんな低いんですか？うん。じゃあ本当に書き換えて。もらわないと、ね、いかないと。あ、来た。お、これそうなんじゃないですか。え、どうする、テカりますよ。じゃあドキドキする、はい、ドキドキしたい年頃。はい、したいお年頃です。じゃあいいよ、ドキドキさせてあげる。はい。あ、ダメだ、ドキドキできない。あ、まあまあまあ、え、ドキドキできるんですよこれ。はい、ハサミ打ちなんで。騙された。騙された。騙された。あれ、わかんないじゃないですかね。あれ？書き換わってなかった。書き換わってなかったんですかね。書き換え途中？ダウンロード中。まだアップデートされてない。早くしてもらわないとですよね。もう一回ぐらいチリ怖い。もう一回。ね。これもしかしたら出なかったぞ。ああ、単独じゃない。あ、でもレンチェリーでもペカルはペカルみたいな。あ、そうなんですね。でもちょっとレンチ悪いな。いきます。わあ、オーナイ。オーナイですね。でもまだ一応ゲーム進まない。単独チェリーを出すの。ああ、え、でもで、まあ、またまたレンなんで。またレンです。おお、2回連続チェリー。ね、何かが何かがないと思って。全然勝ち返ってくれない。全然。チェリーを出すのはお客様の腕ですのでとか言われないですかね。できないじゃん。単独チェリー出たらべかりますけど、出すまではお客様の腕ですので。意味がわからない127ですね。入ってますね。入ってますね。入ってます。これはもしかして書き換えた？書き換えましたかね。いくよ。はい。ちょっとください。はい。単独じゃん。単独じゃん。単独。単独じゃん。ただのですか？ただの単独じゃん。あれ？騙された。ここから。他からもない。ノーチャンス。他のチャンス。え？騙された。ペカったよ。ペカりましたね。ペカりました。127で。140枚だから入ってますよ。はい。書き換えてないじゃん。書いてないですね。OK じゃん。OK ですね。証拠だな。証拠ですね。まあ1個だけじゃあれなんだよ。そうそうですね、ファンキーもね。はい。ファンキーもやって、はい、てか、いや、やめとこう。もう肩を持つとこだった。アイムって言ってませんよね。ああ。え、でも書いてないんですよ。もしかしたらハッピーかもしれない。最終的に。はい。では、いきます。はい、まず、手入れ遊戯でチェリーを出します。はい。3枚。
やー、闇ですね。闇ですね。いいですね。いいです。全部が全部そんなね、バンバン決まるわけにはいかないんですよ。はい。絶対にしてもらえない。そうですよね。地元どこだっけ？三重県です。三重県か。三重県はどうなの？田舎？田舎ですね。あ、田舎ですか。はい。向こうのあれを言葉は出るか。あ、出ますよ、三重弁。三重弁。はい。関西弁じゃないんだ。はい、三重弁です。やんやん。やんやん？やんやん。やんやん。なんだろう。それできひんやんとか言うじゃないですか、関西って。はい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 。それが三重はできやんやんみたいな。できやんやん。できやんやん。三重はとりあえずやんやんがつくんですよ。そうなんだ。そうなんだ。お、出ました。お、チェリー。出ましたね。チェリーやんやん。チェリーやんですね、それは。チェリーやん。これはチェリーやん。チェリーやん。チェリーやんやん。はい、2、はい。チェリーが出た次のゲームは、はい、手入れ3枚掛けで、レバーを下ろしたまま、はい、そうです。覚えてます。自動停止させます。絶対止まんないから。あ、本当ですか？うん。ほら。おー。よかった。これなんか、セットしちゃってかもしれない。あ、ショート動画。お客様、あの時。お客様余計な、あの時触りましたね、ボタンを押って。やべえ、確かに。余計なことしちゃったから。やっちゃいましたね。はい。やっちゃいましたね。はい。そしたらですね、3。その後、はいはい、逆押しで、リプレイ成立で、セット完了です。はい。3枚。これも手入れ3枚。あ、来ましたね。来たー、やったー、マロキチ。そしたらですね、この後、100ゲーム以内のチェリーが単独チェリーに書き換えられ、はい、ボーナスが成立します。はい。はい、アイムでは、ボーナスは来ました、確かに。100ゲーム以内。はい、でも、単独化け、単独化け。おー、いいね。高設定強度ですね。いきます。お願いします。よく行っちゃいました。ちょっとお客様には夢を、はい、我々は夢を売る商売です。素敵ですね、夢を売る商売って。ディズニーかうちかっていう言われております。はい、言われるような会社にしましょう。はい、お店にしましょう。しましょう。はい、ガールズバー、ノーブラガールズバー、いや違う、コンセプトガールズバー、スポーツ、スポーツバーやばいいやちょっと夢が膨らんでたらこっちにも夢が124。あれ、ということはこれ、え、チェリーじゃないですか。あ、チェリーじゃない、単独。夢を語ってたら、はい、夢を語ってたら夢を語ってたらペカっちゃった。全然チェリー出ねえじゃねえかよ。全然チェリー出なかったですね。あ、まあビッグはビッグでしたね。あ、はい、最後前、はい、今のところ全部失敗ですからね、これ。ペカってますけど。ペカってるけどですね。トゥートゥー、はい、まいちゃんです、最後です。はい、まいちゃん。はい。はい、いきます。チェリーマッチですね。そうだ。はい。手入れ3枚で。はい。なんだっけ、なんのバーだっけ。スポーツ、ガールズバー。あ、そう、スポーツバー、そう、スポーツバー。スポーツノーブラガールズバー。スポーツノーブラガールズバー。スポーツコスプレーノーブラガールズバー。ガールズバー。略してスポーツバー。いいように。はい、そうですね。そうですね。いいように略しちゃった。うちのスポーツ、うちのスポーツバーで。でも本当になんか。ぜひ働きたい人。はい。来てください。いいですね。はい。
いいなぁ。あ、チェリーボール。お、良かったですね。はい。そしたら、あ、そうです。はい。手入れ3枚でレバーを下ろし、自動停止。はい。あと、手入れ3枚で、リプレイを出してください。逆押しです。え？素晴らしい。早い。12ゲーム。はい。すごい早い。12ゲーム。そしたら、その100ゲーム以内に、はい、チリが。112ゲーム以内で、チリが、書き換えられて、単チェリーになるんだっけ？単独チェリーになるみたいな。単独チェリーに。はいはいはい。まあ、チェリーペカーすると。はい。はい。いきます。闇を暴きます。暴いてください。いまだにまだチェリーペカーをしてません。ありません。やばい。これで、受からなければ、チェリーペカーしなければ。はい。返品ということで発売。はい。我々が暴きました。はい。最初はね、食事いきなりね、一戦交えませんかとは言えないから。でも意外と言ってみたらいけるかもしれないですよ。いけるかな。はい。そしたら準備万端で、ギンギンで会えるじゃん。はい。ギンギンで行きましょう。ギンギンない。あ、終わった。あれ？ギンギンの話したら終わっちゃった。何の話をしてるんだね。あれ？終わっちゃ、え、もう終わっちゃったんですか？仕方もないよ。最後、下ネタ話しただけ。ということで、珍しく全部失敗です。そうですね。強制書き換えなんかありません。それはさすがにないんですね。なかった。一応まあペカっちゃったけどね、2台。アイムとファンキーはペカったけど、単独ボーナスだったんで、どっちも。はい、単独チェリーではなかったんです。そうですよね。はい、で、前に至ってはペカりませんでした。まいちゃん。ということで、こういう結果だったんで、とりあえず幸運あれだっけ最後。はい。っていうやつは、見つけても買わないように。え、でもここ結構、今まですごかったじゃないですか。そうだな、はい、1回で見切るのはあれだな。そうですよ、1回のミスを誰だってありますよ。すごい、そっち側だ。はい、ということで分かりました。じゃあまた新しい新作出たらまた、じゃあ、はい、買ってきます。まあ安いんだよね、そこね。別に俺は大丈夫です。いいですか？怒ってないです。はい、はいはい、じゃあ次回もお楽しみに。バイバイ。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。